こんにちは、ダイスです。今回はポケットモンスターシャイニングパールやっていきましょう。今回はイーブイ進化させて図鑑登録していきたいと思います。仲良し度を上げないと進化できない子もいるので、ちょっとの間手持ちに入れてました。まずは進化の石を使って進化をさせる子たちを作っていこうと思います。道具のところで見るとイーブイを手持ちに入れてる状態だと使える石の種類がわかります。この中だとリーフの石とかもあるんですけど、今回はリーフの石ではなくて場所での進化をさせてリーフ屋を作ろうかなと思います。まずは1体目、おや？レベル1でも進化の石だとちゃんとね V 図になるので、図鑑登録だけだからとりあえずね、レベル1のイーブイちゃんたちに使おうと思います。卵から生まれた子たちだね。はい、炎の石でブースター。ポケモン図鑑のナンバーだと136です。体内に炎袋を持つ、戦いが始まる直前には体温が900度まで上がります。マグマックよりも体温ちょっと低めっていう感じなんですけど、見た目めっちゃ可愛いですね。高さがね 0.9m、 重さが 25kg しかありません。他の V 図と比べるとちょっと重さとかも違ったりするので、そのあたりも見ていこうかなと思います。で、ブースターに進化した時に進化で火の粉を覚えます。これレベル関係なく進化で覚える技なのでいつでも入るやつだね。次は雷の石。おや、イーブイの様子が。雷の石を使うとサンダースができます。はい、イーブイがサンダースに進化しました。そして図鑑です。135、雷ポケモン、1万ボルトの電気を操る。全身の体毛が逆立つと針のように鋭く尖るポケモンです。で、重さも 24.5kg で、高さも 0.8m で、ブースターよりもちょっと軽くて少し小さいっていう感じになってます。多分なんですけど尻尾がサンダースはない感じなので、そこの分なのかなと思います。それで考えると 0.5kg、 500g ぐらい尻尾だったのかなっていう風にいつも思ってます。で、進化した時に覚えるのは電気ショック。はい、これでサンダースが電気ショックを覚えました。次、水の石使っていきましょう。おや水の石を使うとシャワーズができますね。で、リーフや作る時もリーフの石使えばいいかなと思うんですけど、場所でも進化が今回はできるので、そっちでねとりあえずやってみようかなと思います。ちなみに拾った石もあるんですけど、化石発掘でゲットした石もあります。では、シャワーズです。図鑑ナンバーは134。水中での生活に適した体に進化した。水に溶けると見えなくなります。高さが1m、そして重さが 29kg に変わりました。首周りとか、あと尻尾の長さがブースターとかサンダースよりも長かったりもするので、その分の重さなのかなっていう感じです。で、進化した時に覚えるのは今覚えさせたこちらの技です。水鉄砲。はい、これで3体できました。では次行ってみましょう。続いては昼時間に進化させるとできるエーフィー、エスパータイプのポケモン行ってみたいと思います。仲良し度がハート2以上必要になるので、ちょっと一緒に旅すると進化させた時には時間帯によってエーフィーになるんじゃないかと思います。ちなみになんですけど、時間で言うと6時から19時59分までの間のレベルアップです。で、今時間が18時ちょっと過ぎぐらいになってるので、時間的にはエーフィーの時間帯です。で、20時過ぎるとブラッキーになるので、次はブラッキーやってみようと思います。
で、エイフィー、ブラッキーともになんですけど、仲良し度が上がってないといけないので、戦闘に参加させなくても手持ちに入れて、ある程度ね、一緒に過ごさないとダメだったりとか、あとは1日1回できるポケモンのマッサージを受けさせるっていう方法で、懐き度、仲良し度を上げないといけません。多分もうすぐゲットできると思うので、このまま進めてみようと思います。経験値とかもね、レベルによってになっちゃうから、ちょっと高めのレベルでの進化に今回はなりますね。どうかな、足りた？あ、足りた。あれ2体いってる。多分なんですけど、1体ずつの進化が選べるんじゃないかなと思うので、今2体だったからいけるかな。2体目は B だよね。 B ボタンを押して回避しようと思います。 A を押すと進化が始まるので、これで A ボタン、はい、エイフィンになるはず。そう、仲良し度上げた子なんでもったいないので、もう一体はね、ブラッキーにしたいんですよね。来た来た、エイフィー。太陽ポケモン、エイフィー、スパータイプです。体毛はビロードのアデと肌触り、すごいね、気持ちいいんだよね、きっと。サイコパワーを使うとき、額の玉が輝きます。で、高さ 0.9 メートルで重さが 26.5 キロ。進化した時には念力を覚えるようになります。これでノーマルタイプからエスパータイプに変わったっていう感じですね。で、ついでです。持ってなかったんでスリープゲットしました。では、いい時間になったので、夜のブラッキー進化させたいと思います。夜時間は20時から朝の5時59分までの間です。エスパータイプのエイフィーと同じく仲良し度ハート2以上が必要なので、こっちのポケモンにしたいっていう時にも、ある程度ですね、一緒に旅する必要があります。手持ちにずっと入れっぱなしだった状態で、で倒したりとかしなければ結構ね、仲良し度上がりやすいと思うので、そんなに時間かからなかったかなっていう印象ですね。悪タイプのブラッキーになるはずです。でもうそろそろなはずなので、1匹ゲットしたらいけるかなと思います。レベル帯はね、いくつでもいいんですよね。ただね、仲良し度を上げるっていう風になると、ある程度手持ちに入れないといけないので、多分20レベルぐらいとかまではサクッと上がっちゃうんじゃないかなと思います。お、来た来た、27レベル じゃあ先ほどと同じく2体目もし進化になった時は B ボタンでキャンセルかけたいと思います。みんないい感じにレベルが上がりますね。つぶらな瞳はまあいいか。つぶらな瞳はレベルで覚える技なので、進化で覚える技ではないですね。ミュウツーもついでに上がりました。76レベルか。もうちょい上げていきたいんだよね。あ、ちなみになんですけど、レベルが上がりやすくなる幸せ卵とかは持たせない状態で、今回は仲良し度重視で連れてきてました。これでいけるはず。はい、来ました、ブラッキー。夜の時間以外はエイフィーになるっていう風に覚えるとやりやすいかなと思います。月光ポケモン、アクタイプ、ブラッキー。月の光が EV の遺伝子を変化させた。闇に潜み獲物を待つ。で、夜の時間帯とか朝の時間帯っていう概念なんですけど、ゲーム時間の中でポケッチとかで見ることができるんで、そっちを参考にすると地下でもね、進化するのでやりやすいと思います。そしてレベルで覚えるではなくて、進化した時に覚えるのはバークアウト、はい、悪タイプの技をここからは覚えるようになります。ついでに捕まえたトドゼルガ、はい、多分ねレアなんじゃないかなと思います。初めて今回見ました。それでは次行ってみましょう。次は
場所で進化するポケモンです。グレイシアを作りたいので今キッサキシティに来ている状態です。で、キッサキから出て H 湖のほとりを抜けて、その先217番道路に入ると吹雪のこの状態になります。ここで進化させる必要があるので、ここの草むらでやってみようと思います。吹雪になってるところじゃないとグレイシアには多分ならないので、今回はここを使います。夏キットとかは必要ないので、レベルと場所が必要になるポケモンです。この辺でレベルアップするとみんなグレイシアになるはずなので、まだやってないなっていう方はぜひやってみてください。お、いったね。できたできた。で、この辺りの出てくるポケモンもレベル結構高めなので楽なんですけど、次行くときがね結構難しいので頑張ろうと思います。はい、このイーブイっていうのがめちゃくちゃ可愛い。ピカチュウとイーブイはあれですよね、ピカチュウって言ったりイーブイって言ったり言ってくれますよね。はい、グレイシア、氷タイプのグレイシアになりました。471グレイシア、新設ポケモン氷タイプ。全身の体毛を凍らせて針のように鋭く尖らせる、敵から身を守る手段だ。重さが 25.9kg で高さが 0.8m です。まあ耳が長いからっていうのもあったりすると思うんですけど、重さがね、もしかしたらあの毛の部分なのかもしれないです。あの EV ってみんなサイズ感一緒なんですけど、進化させた時にサイズが変わるのがねちょっと面白いなって思います。はい、進化の際に覚える技は凍える風、はい、これを覚えます。これで残り1体になりました。でもったいないから B ボタン、はい、これでキャンセルでは移動しましょう。最後、リーフの石でもリーフィアできるんですけど、場所進化でもできるので白帯の森に移動しようと思います。一番近いのが多分白帯シティなんで、こっちに行きましょう。ちなみになんですけど、私の場合リーフの石化石でねだいぶゲットできて9個とか持ってるので、そっちでもあの簡単だしありかなと思ったんですけど、持ってなかったりするときにこっちのやり方も知ってたら得だなと思うので、今回はね白帯の森に向かおうと思います。で、白帯の森内だったらどこで進化させてもリーフィアにちゃんとなります。なるんですけど、奥の方に行くとここ苔が生えてる岩があって、これね歴代リーフィアを進化させるときはこの石の近くでとかっていう風になってたりするやつですね。で、これ近くなくても別に多分ね白帯の森の中でレベルアップだったら進化するんだと思うんですけど、この辺で出てくるポケモンがレベル10前後ですごく弱いので、レベルがね高いリーフィアをここに連れてきちゃうとだいぶ時間がかかります。はい、なので今回はちょっとだけあともう少しで進化するっていう状態にしたイーブイを連れてきました。あとは育つの早くなるので幸せ卵を持たせました。この状態だと経験値ちょっと多めにもらえるので楽ではないかなと思います。多分あと1回ぐらいかな。つぼみのレベルが10あってほしい。11か10 20ぐらいしかもらえないんですよね。経験値が多い方が嬉しい。あ、11だ、いけるかもしれない。どうかな、もうちょっとっていう状態だったはずだからいけそうです。いけるか、これで足りなかったら泣く。あ、いったいった、ギリギリだけど。よかった。はい、これで、リーフィアになります。おや、EV の様子が。まあ、リーフの石使って進化の方がかなり楽なので、そっちがね、おすすめではあるんですけど、もしね、持ってないっていう時にはこの方法でもできるので、先にね、こっちの方法をご紹介してみました。はい、白帯の森でのレベルアップでリーフィアになります。新緑ポケモンリーフィア草タイプ。
植物のように光合成をするため、リーフやの周りは澄んだ空気に包まれている。高さが1メートルで重さが 25.5 キロです。1メートル高さあるのはなんか耳な気がするよね。葉っぱカッターを進化した時には覚えます。これで草タイプのV図完成しました。はい、ということで、ダイヤモンドパールリメイクだと、8体 EV 含めて8体になりますね。で、ちなみになんですが、普通にリーフィア作ろうとした時に、まあ別に何レベルでもいいんですけど、 EV にさっきちょっとお話ししたんですが、リーフの石使えるのでこっちの方がやりやすいです1個しかないっていう時にはね、他のポケモンにもリーフの石使えたりもすると思ってるので、使うのはねもったいないですよね。他のところで場所進化でもできるので、温存したいっていう時には、残しておきたいっていう時にはこっち使うといいんじゃないかなと思います。はい、まあ、こんな感じです。で、今回ね進化した時には宿り木の種でした。そして葉っぱカッター、はい、これ何かっていう と、リーフィアになった時のレベルが関係していて、リーフィアに進化した時に覚えるのは葉っぱカッターなんですけど、レベルが高いリーフィア使ってたので、もう一つね技を覚えたっていう感じです。はい、もうこんな感じでね、苔に覆われているものがあるので、白帯の森どこでも進化ができるっていう感じになってます。ということで、今回は EV 図進化をさせて図鑑登録してみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!